陸の人連絡来ないじゃん。全然連絡来ないよ。来ないのかな。ご飯ちょっと痩せた方がいいって言われて痩せようかなと思って、今日はパンしか食べてない。メガホンありがとう。屋台で飯はやめとこ。なんでインコちゃん。ジムは1万払って1回しか行かなかった。ケトラお疲れさん。いらっしゃい。屋台あんまり美味しくない。そうなの。いやでもなんか屋台でおでんとか食べたら美味しそうじゃん。そういうイメージがある。博多ってそういうイメージない。まずいの、屋台美味しくない。そうなの。ちょっとお酒飲んでさ、ほらそうなってくると結局女の子と遊ぶしかなくなるんだよ。誰か遊ぶ。いつものくだり、出た。それしかないじゃん。で昨日のあすみちゃんはちょっとあまりにもひどかったから、遊ぶのはいいと思うんだよ。で誰と遊ぶかなんだと思うよ。そうだよね。昨日は多分不快すぎたんだよ、あすみちゃんがね。でそこにわざわざ会いに行って帰る帰らないってやってるのにムカついたんだって。でみんながいいっていう人だったらいいわけよ。でこのエータオみたいなね、俺を対して応援してない子はそういうのを求めるんだよ。そうでしょ。でも一緒にイベント戦った人は嫌がってたんだと思う、昨日多分。俺はそういう結論に至った。なんか LINEQR 来た。電話してみる。あすみって人ずっと売名効果あった？寝てない？あんなに酔っ払ってんのに。全く意味なかったね。ね、ずっと配信してるの？寂しいんだね。ゆうちゃんありがとう。15個倍目。で家でもずっと一緒に配信してほしいって言うんだよ。でもさすがにちょっとなと思って靴は脱がなかった。あすみちゃん楽しい。でもなんかガチ恋できたっぽいじゃん。俺はあすみ好きだよとかコメントもあったよ結構。ワンちゃんだってちょろいじゃん。なんか簡単にやれそうじゃん。だから単純なやつは近づくんだよ、旦那いてもね。エッチしたいな。今日の企画、風俗デビューにしようかな。博多の。それでもいいじゃん。ちょっくら。
ちょっくらい行くか。行ってきていい？俺ね、基本行かないんだけど。あ、コメコメ、50個ありがとう。いや、本当に滅多なことないって行かないんだけど、さすがにちょっと。抜いてこいつか。で、あの、口でいけないんだよ。手じゃないといけなくて。行きな。どこ行こうかな。どこ行けばいいの？犬鳴きトンネルって近い？でも電波がなかった気がするよ。お、メガホン200個。ナイス。キャリーちゃん。ありがとう。こうやってキャリーちゃんとかね、ゆきんちゃんとも仲いいけど、俺とも仲良くしてくれて嬉しい。あ、ともきちちゃん。ナイス。牛首ダム。すきちゃん8時に帰ってくるからな。電話まだなとか連絡来ない。いや、もう一回ちょっとぶり返すようだけど、例えばこのランちゃんがね、そして絡むこと二度とありませんって、これが連絡なのであれば、連絡だわ。うん。でも多分違うから、来てないと思う。あ、コウメちゃん？もしもし、こんばんは。あ、こんばんは。はじめまして。あの、ひでママのとこ行ったら、コウメちゃんにも会えるんですか？会えないよ。私だって、あの名古屋じゃない、今東京だもん。あ、東京。そうなんです。え、ひでママとコラボ見たいの？見たいよ。私、スラワーさん大好きだもん。だ、俺が大好きだったら、スキちゃんとでもいいんじゃないの？え、スキちゃん？スキちゃんとのコラボでもいいんじゃないの？スキちゃんってわかんないの？スキちゃんわかんない？うん、俺、私詳しくないの。俺が今止めてもらってる人なの？そうだよ。いや、もう3日目だよ。あ、そうなの？私あんまりだから配信者の人詳しくないの。そうなの？そう。で、今、ひでママのとこにべったんこなの、うちの軍団が。あ、軍団がいるんだ。軍団でべった、私のガチ囲いさんとかが。ガチ囲いが？軍団がもう、今、ママのとこべったんこなの。べったりで、じゃあ俺が行くと、喜んでくれるの？多分、と思う。それ、何軍団っていうの？シーズー軍団。シーズー軍団っていうのがあるんだ。そう。マジか。そうそう。だけどなんかママに今聞いたら博多の駅遠いらしいね。あー、シーズー軍団ってちなみに何人いるの？1、2、3、3軍ぐらいまでだったら、どれぐらいだろう。1、2、3、5人ぐらい。え、1軍が何人いるの？1軍はもうガチの1軍は、なんでそんなこと聞くの？いい、気になるじゃないですか。うちの一軍は3人かな。3人で2軍が1人、3軍1人ってこと？いやー、なんか3軍までいかないから、微妙微妙微妙。結構でもなんか下まで行くと結構いるんじゃない？下まで行くと。ああ、どうやったら1軍になれるの？1軍になれるっていうのは私の囲いさんだから。うん、みんな社長さんばっかりだからね。社長さんばっかり？だからそれ言っちゃいかんって言われてる。お願いしますよ。あの、小梅ちゃん、電動自転車高かったんでしょ？お高い。あんなの高くない。高くない？あんなの高く
あの私もあれ懲りたんだって、もう本当わしみたいよ今。冷蔵庫が欲しくて。冷蔵庫。私も冷蔵庫欲しいわ、うん、じゃあ。大きい冷蔵庫が欲しいからよかったら。うん、私ねあんまりね男の人には興味ないのよね。マジか。はい。いや俺にも興味ない？いないよ全然。女おばさん相手にしょうがない。いやいや配信者として社長さんいっぱいいるじゃない。いやそんなことないよ、配信者として応援してほしいなと思って。ひでママのとこ行くならね、シーズー軍団に応援してもらえるなら行こうかな。まあでも今ひでママにバンバン投げてるよ。投げてるの、うん、マジか。シーコっていう子が一番強いけどね、私のガチ囲いだから。シーコちゃんっていうのがいるんだ。シーちゃん、うん、シーちゃんでもゼロは知らないって言ってる。じゃあ顔覚えてもらいにね行った方がいいかもね。でも絶対ゼロワンさんのリスナーさん怖いもん。怖いか、うん、私前にねゼロワンさんね、うん、チャリ旅で歩いてたでしょ。あ徒歩旅ね。そう、徒歩旅、うん、あの時にね、私ね、うん、あの正直ね、うん、あの違う名前で道をね、教えたのよ、うん、教えたことある、そっちじゃなくてこっちだよって言って、うん、そうそうそう、だからゼロワンさんはその時から知ってるの。知ってる？知ってる、私は知ってるよ、うん、で、あの名古屋の方でしょ、うん、私も名古屋にもお家がある。うん、うん、そうなの。じゃあそう同胞同士仲良くしてください。なんかいいことありますか、うん、私、うん、私にいいことありますか。いいことですか。はい、あの抱きますよ、僕でよかったら。そんなのはいらない。はい、そんなの不自由してないから。不自由してないですか、それぐらいしか。それぐらいしかないんで、あとは別に配信頑張ります。もう怖い、ゼロ朝のもう実ナーさんほんと怖い、もう配信で返せるように頑張ります。もう50人のババアだとかさね、特命さんに言われるしさ。はいはい、ね、そうですね。そうなの、怖い、ほんと怖い。あのひでママのとこ行ったらシーズー軍団さんお願いします。あの行くの。いや、今ちょっと考えてます。はい、でも今その四季さんのとこにいるんでしょ。はい、仲良くやってるんでしょ。まあ仲いいですね、友達なんで。うーん、だからさ、そこにいた方がいいんじゃない。はい、わかんないけど。はい、わかりました。わかりました。なに、また奈々ちゃん藤沢さんから変なこと聞かされてるんじゃないの、私のこと。いや何も話題になってないですよ。ほんと、はい、でも有名な人だそうでね。え、私が。はい、なんで。で電話したらコウメちゃんっつったらすぐ分かってたから、みんながね。え、そうなの。はい、なんで有名なの。いやいや、コメントで名前出てたから。はい、だから電動自転車もすぐ分かってたんでね、有名な人なのかなと思って。その時はありがとうね、ほんとゼロワンさん助かったと思って、はい、ね、DM やり取りしてもらってたから助かった。冷蔵庫待ってます、お願いします。だって私あなたのご住所も知らないんだよ、冷蔵庫送るの。冷蔵庫いいの持ってるの、マユちゃんと仲良く暮らしてるじゃない。もう前と別れたんで。またそれもうゲイでしょ。ゲイじゃないですよ。もうマヤちゃんと二人でさ使う冷蔵庫をなんで私は買わなきゃいけない。もうやめてくださいよ、もう1ヶ月経つんですから、あ、そうなの。はい、次新しい人。いや、まあご縁があればと思ってますけど。あ、そうなんですか。はい、まあ、私は昨日からママのとこ見えるかなと思って楽しみ。ごめんね、はい、今日ね、喉がカラカラでごめん、はい、昨日私もずっと配信やってるから、はい、もう声が出ないんですよ、はい、また配信遊びに行きます。来てください、はい、じゃあママの方にはもうどうしよう、まだ
で考え中って考え中でお願いします。失礼、失礼いたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、で今ね電話しながらその暴露相手から連絡来ました。はい、誰か分かりました。うん、でまあこれだけ言うわ。